東日本大震災から3年となるのを前に、今後の復興支援の在り方を問いかける企画展が、今日から京都市内で開かれています。津波に飲み込まれる家々や、瓦礫で覆い尽くされた町。会場には、震災直後に地元の新聞社や市民が撮影した岩手県陸前高田市や大船渡市の様子など、およそ30枚の写真が並びます。被災地が未だに復興途上にある中、2011年に52万人を超えていたボランティアは、今では10分の1以下にまで減少し、特に関西圏では風化の懸念も広がっています。このため企画展では、京都の大学やボランティアの支援活動も紹介するほか、福島から京都に移り住んだ被災者が友人と再会する瞬間を捉えた写真なども展示されています。南アメリカの先住民に伝わる物語、ハチドリのひとしずくにちなみ、今私たちにできることを問いかけるこの企画展は、上京区の京都物流ミュージアムで5月25日まで開かれます。